ンジーさん、前回はウェルアーキの概要編を見ていきましたよね。そうだね。今回は運用上の優秀性の柱について見ていこう。本編に入る前に少し補足させてもらうぞ。前回の概要編でウェルアーキとは何かというのを知ってもらった。続編として今回はウェルアーキの5つの柱のうち運用上の優秀性について紹介するよ。といっても柱ごとにそれぞれ設計原則とベストプラクティスが複数あって、それを詳細に解説するのはとても無理があるぜ。だからこの動画では少しずつ触れて具体例を紹介することで、初心者がウェルアーキを学ぶハードルが下がればいいなと思って収録したのだ。そこだけあらかじめ理解してくれると嬉しいな。それでは本編行ってみよう。運用上の優秀性の柱は設計原則が5つあるんだけど、1つずつ見ていこうか。1つ目は運用コードとして実行するですね。これはインフラアザーコードの考え方ですか？そうそう、コードとして定義して更新を行うことで作業時間の短縮や人為的なミスの防止といったメリットがあるんだ。具体的な例を出すと、 AWS CLI や SDK を利用して作業手順をシェルスクリプトやコードにする手続き的な方法と、クラウドフォーメーションやテラフォームのテンプレートで作りたい状態を定義する宣言的な方法って2つがあるんだね。なるほど。その2つどちらの方法を取るべきなんでしょうか？一長一短あるので、状況に合った方法を考えて選択するってことになるんだけど、個人的にはちょっとした作業をするときや試行錯誤の段階では CLI でスクリプトを書いたりするけど、完成形としてはできるだけテラフォームでテンプレートを作っておくにしてるかな。どちらを選択するにせよ、チームで継続的に補助できるかが大事になってくるね。状況やチームによって変わってくるんですね。この動画の視聴者にもぜひ意見聞いてみたいので、こんな感じで使い分けてるよっていうコメントがあったら、ぜひ下までください。次は小規模かつ可逆的な変更を頻繁に行う、使っている AWS リソースや設定を定期的に更新できるようにシステムを設計することですね。そうだね。じゃあ定期的な更新がしやすい設計って、例えばどんなものがあるだろうか？例えばクラウドフォーメーションやテラフォームのテンプレートを更新頻度の差で分割するような設計にするなどでしょうか。そうすれば一つの大きなテンプレートよりかは更新しやすくなりそうです。確かにそれは設計の一つとして良さそうだね。じゃあアプリケーションの場合はどうだろうか。 CI/CD を取り入れてリリースの作業の多くを自動化することで定期的なリリースがしやすくなると思います。確かに。あとは可逆的っていう小難しい言葉が出てきたけど、ここはどんな意味だと思う？失敗した時に元に戻せるっていう意味ですよね。コードとして定義されて、それがバージョン管理されていれば簡単に戻すことができそうです。もちろん失敗しない方がそれはいいんだけど、変更を加えた後に、あ、しまった、元に戻さなきゃまずいって状況になることは、想定をしておく必要があって、それについて、準備しておかないといけない。でその時のために普段から可逆的になってるかどうかっていうことは意識することが大事だね。あ、でも例えばデータを保持しているようなリソースの変更って簡単には戻せないケースもありますよね。お、いいところに気づいたね。確かに何でも無影響で変更できるわけではないので、作業前にバックアップを取っておくとか、またあとダウンタイムが発生するなら、あの変更の場合は、作業のタイミングを事前に調整するとか、そういうことは必要になってくる。イメージをつかむために分かりやすいと思うので、さっき出てきたクラウドフォーメーションの公式ドキュメントをちょっと見てみようか。リソースのプロパティによっては、ここに書いてあるように、中断を伴わない更新、一時的な中断を伴う更新で、置換と更新時の動作が変わってくるんだ。特に置換は新しいリソースを作り直して古いリソースから移行する、つまり再作成みたいなことで、当然その間はリソースが使えないし、他にも再作成によって起こる影響は事前にしっかり把握しておく必要があるよね。ここでは RDS のデータベースエンジンの変更を例に挙げていて、ダウンタイムの調整であったりとか、スナップショットを取っておこうっていうことが例として書かれている。次は運用手順を定期的に改善するですね。システムを進化させつつ、運用手順もそれに合わせてアップデートさせるということでしょうか？そうだね。ただ手順を定期的に改善しようと思っていても、ちょっと忙しくて結局放置されてどんどん古くなってしまうっていうのは結構あるあるなんだよね。でもいざという時に手順書が古くてうまくいきませんでした、
なんて事態は避けたいですよね。どうすればいいでしょうか。そうだね。例えば対策の一つとして訓練を定期的に開催するといった方法があって、これは訓練ですと。障害が起きました。定期的に取っていたバックアップから、リストアしましょうってな感じの設定で、まあ、訓練するといった方法があったりする。ああ確かに、それで手順書を使ってリストアを実施してみることで手順書の改善点が見つかったら直すということですよね。そうすればいざという時に使えないなんてリスクが減らせそうです。まさにそうなんですよ。それに訓練に参加した人が手順書になれるっていうメリットもあるしね。訓練といっても本番環境に影響が出ては困るから、それとは別の評価用の環境を準備しておくといった手間はかかるんだけど、十分やる価値ありそうだね。確かにそうですね。ふと思ったんですけど、事前にリソースの定義をコード化しているので、それを流用すれば評価用の環境も作るのも一から作るよりずっと手間がかからないんじゃないでしょうか。おお、素晴らしい。それもコード化の一つのメリットだね。運用の効率化、いろんなところでつながってくるんですね。もっと勉強したくなりました。次は障害を予測するですね。前回の概要編で出てきたゲームデーを開催することで、障害の原因を特定する練習になりそうだなって思いました。それ良さそうだね。あとは最近カオスエンジニアリングっていうのが注目されてるんだけど、聞いたことあるかな？あります。確か疑似的な障害を起こしてシステムがどうなるかを観察するんですよね。それによって改善点を発見することができるって聞いたことがあります。おー、よく知ってるね、さすがだ。まずは机上で障害を想定して、それを実際に環境に注入する。そしてどんな影響が出るか観察して課題を見つけ出すっていうアプローチなんだ。まあ説明してもらった通りだね。あと実は最近開催された、まあ、リインベント2020でAWS フォールトインジェクションシミュレーターというサービスが発表されたんだ。カオスエンジニアリングをサポートするマネージドなサービスで、このブログで紹介されているのでぜひ見ておいてほしい。マネージドサービスとしても出るんですね。それだけ AWS もカオスエンジニアリングを重要視しているということなんですね。クラスメソッドはグレムリンともパートナーになっています。これも障害を注入するサービスなんですよね。そうそう、グレムリンについてはブログとか動画がクラスメソッドから出ているので、まあ、これを見てもらうとよりカオスエンジニアリングのイメージがつかめると思う。面白そう。まだ見てないので早速見てみます。最後に運用上のすべての障害から学ぶですね。発生した障害で気づいた課題や知見をみんなで共有するのが大事ということですよね。そういうこと。まあ、共有の仕方もいろいろあると思うんだけど、1個、まあ、紹介するとポストモーティブって聞いたことある？聞いたことないです。平たく言うと内部向けの障害の報告書なんだけど、次のようなことが書かれてるんだよね。でここでとても大事な取り決めがあって、まあ、ここが悪いとか誰が悪いとかっていう議論をしてはいけないっていうルールがあって、目的としては障害を事例としてみんなで振り返って学ぶことで運用を良くしていこうっていう目的のドキュメントになっているんだ。みんなで学ぶっていう目的から分かるように、ポストモーテムは振り返りとワンセットになってる。で、クラスメソッドでもこの方を使って振り返ってるんだよね。なるほど。運用上のすべての障害から学ぶ。バッチリイメージがつきました。まあまあまあ、取り直し何回でも聞くんで気楽にやっていきましょうか。よし、よいしょ、お願いします。じゃあオープニングがあって、こんにちはからいきますよ。ちょっとタイガーから言ってくんない？そうだね、今回は運輸場ういふい、一つずつ見ていこうか。ごめんなさい、もう一回お願いします。もう一回やりましょう。下までください。おい、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃないですか。いいじゃん、ちょっと前回より自然だったかな。定期的なリソースが
リリースだね。そう、合ってる。もちろん失敗しの方あ、ねね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 ねシステムを進化させつつ、運用情報もそれに合わせてアップデートさせるということでしょうか。運用情報って言っちゃったね、今。うんふん、運用手順だった。事前にリソースの定義をコードして、コードしてない、コード化しています。それだけ AWS のカオスエンジニアリング。カオスエンジニアリングって言えねえ。カオスエンジニア、エンジニアリング、エンジニアリングって言いにくいな。エンジニアリング、ニヤニヤになってるな。むずいよ、ね。エンジニア。これを見てもらうと、よりカオスエンジニア。むずい。見難しいんだね、これ。そうそう。グレムリンについては、ああ、ダメだ。ちょっと待って、どこだ。あ、ちょい。連鎖してる、連鎖してる。